なんか健康診断の結果出たよとか話しようと思ったけどね、意外と健康でね、特にね、悪いとこなかったんですよ。強いて言えば、視力が D だったぐらい。あ、なんか、胃の、これ二次三次のさ、サロメさんというお嬢様がいらっしゃるじゃないですか。ピロリ菌は検査した方がいいって配信でおっしゃってたんですよ。ピロリ菌はなんか胃がんの原因にもなるけど、見つけたら正常で倒せるものだから、検査するといいですわよって。って言ってたから、オプションでね、ピロリ菌の検査があったからやってみたの。そしたらね、微量にいたんだよね、微量に。これ、退治した方がいいんですか？ピロリ菌若干いるんやけど、すぐに検査して、撃退してくださいとはね、言われなかったんですけど、何な、食べたの？そう、ピロリ菌ってすごい汚い水とか、いないらしいんですけど、なんか知らんけど、いたんですよね。井戸水飲んだ。飲んでないと思うけどなぁ。いや、ワンチャン飲んだことあんのか、昔。いや、わかんないけど。ピカミンからもらったもん食べてるから。ピカミンのせいじゃない。あと、血圧が極端に低くて、まあ、全然大丈夫なんですけど、血圧を測った先生も、気持ち悪いとか、やばいとかじゃなければいいんですけど、でも低いんだよなぁ、つって3回ぐらい測り直したけど、全部低かったわ。そう。死にそうなのかもしれない。おかしいなぁ。まあ、血圧低い分にはいいらしいんでね。いや、よくはないけど。高いよりかはいいらしいんでね。全然いいんですけど。なんか、肺の機能を検査するみたいな項目があったんですよ。吸ってー止めて思いっきり吐いてゴーみたいな検査があったんですけど、下手くそすぎて、それをめっちゃやり直したんですけども、結果どうなったのかなと思って、肺年齢50歳って書いてあったんですよね。やばすぎるんだけど。私、肺年齢50歳なんだけど、タバコやってません。いや、やばすぎる。これみんな、どれぐらいなんですか？これ測ったことある人いる？いや、でもこれは、私が悪いんじゃなくて、システムが悪いと思うんだよね。みんなこれ多分、脳年齢のやつと一緒でさ、みんなも50歳ぐらいになるみたいな、やつかなって思うんだけど、どう思う？ 20 歳だけど。私、割と肺強いけどな。物のせいにするな。23歳やったぞ。はぁ。これだから。やだやだ。50ってやばいのかな、もしかして。まあ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 。息の吐き方が下手。一応ね、私ボイストレーニングとかに行ったりしてるんですけどね。おかしいな。ボイトレ行ってて50はやばいな。うるさいな。